毎年恒例の首都圏イースターの集いが今週18日、都内新宿区のヨドバシ協会で開催されました。昨年は新型コロナウイルスの影響で同集会史上初めて中止を余儀なくされましたが、今年は感染防止対策に万全を期し、入場者数も減らすなど制限された中でしたが、復活された主イエス・キリストの喜びを伝えるべく晴れて再開されました。例年ね、取り行われるこのイースターの集い、去年は残念でした、本当に残念でしたけれども、今年このような形でね、もう一度やることができることを本当に嬉しく思います。今回は有賀先生がメッセージをしてくださいますけどね、そのメッセージを通しながら、イエスはよみがえられた、これ嘘じゃない、本当のことなんだよ、そしてあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかりよみがえってくださった、そのことを知らせよう、それがイースターの集いなんです。これが神様によって祝福され用いられることを心から期待しています。恒例の救世軍スタッフバンドは今年は映像での参加、復活にまつわる賛美歌を2曲、バンド全員の演奏風景とともに歌詞に合わせた挿絵を重ねる趣向により臨場感が漂いました。続いて今回の音楽ゲスト、久米小百合さんの登場です。新生賛美歌や自身のオリジナル曲などを含め計4曲を歌い、十字架と復活の主を称えました。その中には今年のイースター礼拝後の分かち合いをきっかけにできたというほやほやの新曲も披露されました。もし私があの日十字架のそばにいたとしても、2000年前のこの出来事の日に、もし自分がそこにいたらどうしただろうと思い巡らしながら、それでも愛してくださるキリストの心を歌っています。もし、ね、私たちがイエス様の十字架のそばにいたとしても、でも正直に証ができるのか、もしかしたらペトロみたいに裏切ってしまったりとか逃げてしまったりとか、そういうことがあったらどうしようっていうことをいろんな人と話していて、でも許されるんですよねっていうことをテーマにしました。今年のメッセンジャーは多くの調教派の政界で講師に招かれ、複数の進学校で教鞭を取るなど精力的に活動されている日本を代表する伝道師のお一人、有賀喜一牧師。ヨハネによる福音書11章25節26節から、そのテーマはズバリ、死んでも生きる。有賀氏が14歳の少年だった頃、友人の死をきっかけに救いを求めるようになり、近くの寺で修行に励むのですが、2年間の苦行の末、僧侶から聞いた答えは、救われたかどうかは死んでみないとわからないというもの。絶望とともに、じゃあ死んで確かめてやろうと遺書を残し、鉄道自殺を試みましたが、レールの間に体が収まり未遂に終わります。その年の大晦日、寺に向かう途中でクリスチャンの友人に出会い、無理やり教会に誘われたのがキリストとの出会いとなりました。その日のメッセージで語られたこととは、他の宗教でいう八百万の神ではなく、唯一誠の生きた神様がいること。その神は目に見える人間の姿となって地上に来られた。それがイエス・キリストというお方であること。一方、自分は的外れで醜い罪人だということ。それでも神の子キリストが十字架上で自分の罪の身代わりとなって命を捧げ、救いを成し遂げてくださったこと、そして悔い改めてその方を信じるならば罪許され、永遠の命が与えられるということでした。イエス・キリストは言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この復活の命を信じるならば、それはあなたのものになります、と有賀氏は力強く語りました。死ぬということは全ての人間の悲惨な事実ですね。高位高官、権力者、学者、どんな人であっても死にます。でもこれは誠の神様に反逆して
罪に陥った人間の結果ですよね。でも第2番目、死んでも生きるっていうのはイエス様の宣言です。まずイエス様自身がそう死んで生き返った方です。実証されましたね。だから第3番目、死んでも生きる、私を信じる者は皆誰でも生きると言われました。罪許され、神の子になり、永遠の命が与えられ、しかも我々の人生を最高に生かしてくださり、神の命で生きることができます。有賀氏の招きに会場の皆さんは今年はアンケートに応答し、それぞれの決心を表明しました。とても元気をいただきました。有賀先生が素晴らしい元気をくださいました。死んでも生きるイエス様が本当によみがえってくださったことを信じて、本当にこれからもっとイエス様を信じきって歩んでいきたいと励ましをいただきました。ただただ感謝してイエス様もお伝えしていきたいと思います。よみがえりのキリストの霊と命をもって、それぞれの場所でそれぞれの命が力強く輝きを放つことを期待します。